マヤチデギナ。まあサクッとこっちもクリアしちゃいましょうか。追跡ストーカーかな。木の棒一本だけってそんなひどい。なるほど、これまだ使ったことないやつだ。いけ。いけすごい。二人がかりだ。ああ、そういうことね。これを使えば戦車みたいになるんだ。なるほど。止まりたまえ、止まりたまえ。嫌なルンバだよね。まあ、殺人ドローン完成。ルートオッケー。発射。はい、いけるんば。割と距離は短いな。いった。こいつ坂道登れねえ。いったいった。なくてもいいんじゃね。弾が入ってない。割とルンバ役に立たんな。ルンバ頑張れ。次のルンバ行け。うおルンバ頑張れよ、もっと頑張れよ。食らったダメージが半端ねえ。あとはルンバに全て任せよう。あれ壊れないのかな。無限。当てるのむずいんだけど。あいついまいち弱いな。時間かければ勝手に倒してくれるみたいやけど、それちょっとかかりすぎちゃうか。
なんかいい方法ないのかな。1回ぐらいならいいんだけど、あの量はだるいぜ。ヤーが来たか。いただきまーす。よし。で、槍の槍を。攻撃力よ。あいつ逆さまになっちゃった。ルンバがひっくり返されちゃった。あかん。近い。チャンス。ルンバもう一台起動するんや。怖い。ルンバ起動。もっとだ、もっと頑張れルンバ。ルンバに火つけれるぞこれ。多分こいつ大変なことになってる。やめてー、あのひっくり返ったルンバー。真顔で全力疾走する男。割と反応がいいんだよな。えい。怠慢だったら近づかれないから楽勝だもん。おお、上等ついに来た。威力18プラス。
ャンス。ふう、おっと、台湾なら余裕なんですけどね。大砲つけてみちゃう。すぐひっくり返るねこいつ。うそだ、どんどこどーん。この大砲危なくて使えないわ。いや、わかるのよ。何をすればいいかは。この大砲をくっつけた大砲自動機、大砲ルンバとか、この火炎放射ルンバとかをするのが正解なのはわかんだけど、こんなさ、敵が当たり前にいるところに侵入して、ね、こうやって、こうやって、こうして、こうやって、なんてやってらんねえよ。何をすれば正解かはわかるけど、それをさ、テンポよく作れる余裕がない。こういうことでしょ？これ、あれかな。焼き旗ができそうやな。で、一回前はこのラストにこの大砲付きのこれを作ろうとして、自分が砲撃されて死んだからね。ほんと勘弁してもらいたい。おお、36スピア。これ最初からくれれば楽勝だったんだけど。てってれれれん。3個目。当然高いところに。さあ、ということでね、ここはなかなかやばかったので、完全にスルーして、一応ここ敵だと。はい。うん。高いところから一気に飛びたいね。あと一つでね、頑張りゲージ待ってほしいんで。ミスった。ただあいつら高いところには登ってこれないんだよね。あ、すぐそこじゃん。お、ついでにちょうどいい祠もあった。ここなーに、なんだこれ。なんかのミニゲームかな？壁画？まあ、地図を復活させればわかるだろう。あれも祠やね。遠いな。ここは敵。あれ？今、祠に夢中になりすぎて、馬宿の方行くの完全に忘れてたな。こいつ抹殺。あれ？死んでるね。滑空弾の目玉があと4つだったかな。ん？なんだこれ。椅子？何これ。
久しぶりやな、普通にアイドルの。あれどこ行ったっすか。あれない、これか、端末か。あら。今ポイしちゃったわ。端末か。なんかどっかで見たことあるなとは思ってたんだけど。端末じゃないっすか。お兄さん、端末取り返してくれたっすねと。グリグリと、ね、ネジも締めたし魔物にも奪われないはずっすよと。感謝感激雨嵐っすよ。市から村も見えるっすね。ね、えのきだ工務店がある村っすよっと。だいぶ遠いな。もう行ってきたけど。工務店には、まさに市から村を起こした凄腕のえのきだ社長がいるんすよ。憧れちゃうっすよねっと。社長みたいなビッグな男になりたいっすよ。行くぞー。届かないか、あれは。さすがに。いや、だいぶ地図は復活したね。あっかれに奥あっかれ、あっかれ会。そして空、ダンジョン、闘技場が2つぐらい。ほら、すぐそこだ。まあまあ、ブロックゴーレムくんなんぞ。今さらクソザコなめくじよ。今回は祠解放のためのパーツは持ってないっぽい。ちょいっすちょいっす。なんか扇風機がいっぱいあるね。なんでだろう。中東。間違えた。久しぶりやね、地図ゲットしたの。こいつが邪魔なんで。ほい。装備36。高ーい。扇風機、そういうこと。回れ。全然高さ足りひんけど。
もう奴隷。お、よし。あばよー、楽勝。別に扇風機はいらなかったっすね。お、クイだ。うん、武器作っとこうか。中級だから2個なんだね。とりあえず回転攻撃で大ダメージ与えれるように、これをプラス20に。こっちも花みたいになってる。飛び降りれるようになってる。まあダッシュダッシュ。さあ何かありますか。うん、あったね。これで戦うべきだったのか。そんな言うほどバッテリーないけど、上の世界まで持つ。こっから俺のバッテリーや。ユンボ邪魔、視界の邪魔なんで。行け。これダメちゃう。ダメみたいですね。なんや、バッテリーだいぶ残ったやないか。追悼文で十分やと思うやん。さっき2本やったから4本あれば余裕やろ。出発進行。一本消滅。二本目消滅。重さのバランスが悪い。ユンボ重いし視界も邪魔やし。3本目消滅。まあさすがに大丈夫やな。この後まだ自分のバッテリーもあるし、さらに上がある。明かりだけか、それとも明かりだけか。明かりだけやな。あっ、ここ思ったよりでかくて遠近感狂った。まあ明かりだけやったからいいか。
空があるのはいいんだけど。あれか、あの丸いやつ目指すんか。おっと待った、妖精さんいる。おいでーおいでー。あのガシャンって音に気づかれてたみたいや。詰まってるこいつ。なんか変だなって思ったらこいつ詰まってやがった。グダグダだよ。グダグダだよ。全然ダメじゃねえか。